猫パラ、キャットボーイズパラダイス。お席にご案内します。メニューでございます。私のおすすめですか？そうですね、こちらの紅茶などいかがでしょう。一緒にサンドイッチを合わせるのもおすすめですよ。卵サンドとアールグレイですね。かしこまりました。お食事のメニューはお下げしてよろしいですか？では失礼します。あ、なんだ、みんなで俺の顔を見て。すごいしっかりした接客だったからびっくりしちゃって。はい、普段の姿から想像できません。接客はローリエに任せるか。そうですね、ではローリエさんとディル君に任せましょう。僕？はい、接客練習でほぼ問題ありませんでした。それに短い付き合いですが、あなたは周りに目を配れます。そういう猫は接客向きです。フェンネルさん、うん、わかったよ、僕が接客担当するね。ということは俺とフェンネル、彼女が厨房だな。彼女はオーナーなので、厨房だけでなく接客から裏方作業まで担当してもらいます。不安ですか？そのために私がついています。わからないこと、自信がないことは私に聞いてください。あなたが理解するまで教えます。また客が来たな。僕が接客するよ。ローリエさん、伝票を。ああ、卵サンドとアールグレイですね。料理は私とセイジさんが、あなたはドリンクを担当してください。良い返事です。それでは頑張りましょう。お待たせしました、卵サンドとアールグレイです。綺麗な髪髪を褒めてくれてありがとうございます。私もこの髪色を気に入っているので、そう言ってもらえて嬉しいです。定休日以外この店で働いているので、私に会いたくなったらいつでも来てください。追加注文ですか？食後にプリン。プリンアラモードですね。かしこまりました。ローリーさん、ちょうどよかった、プリンアラモードの注文が入ったから、できたら席まで運んでくれ。え、別にいいけど、ローリーさんの方が喜ぶと思うよ。あのお客さん絶対にローリーさん目当てだもん。ほら、今もローリエさんをじっと見てるし。相手の気を引くなら、時には引くのも大事だ。そういうものかな。あれ、君厨房担当でこっちに来ていいの？ふん、オーナーは厨房だけじゃなく接客もできるようにならないとって。ああ、フェンネルさんがそんなこと言ってたね。うん、こっちの仕事は順調だよ。特にローリエさんが女性のお客さんに大人気で、今も追加注文が入ったんだ。俺がいれば老若男女を虜にできるローリエさんは綺麗だもんね。君もそう思うって？ちょっと焼けちゃうな。俺の容姿で落ちない人間はいない。お前だってそうだろう。
その慌てっぷりは皇帝だな。冗談だ。お前はからかうと面白いな。やっぱり俺好みの人間だ。あんまり彼女を困らせちゃダメって。フェンネルさんが注意する気持ち分かったよ。俺が対応する。リルは会計、お前はあの席の皿を下げてくれ。はーい。お待たせしました。ご注文をどうぞ。コーヒーをホットで。アメリカン、ブレンド、どちらがよろしいですか？アメリカンでしたらブレンドより50円ほどお安くなります。じゃあアメリカンで。アメリカンですね。かしこまりました。オーダー入りました。アメリカン1です。すぐ入れるぞ。ローリエさん、オムライスを2番席にお願いします。2番席だな。お待たせしました。オムライスです。ご注文の品はお揃いでしょうか？ではごゆっくりお過ごしください。はい、ただいまお伺い。お前、皿は下げ終わったのか？あのお客さんは自分が担当する。注文を取るのも一人前のオーナーになるために必要なことだから。そう言わずに俺を頼ってくれていい。俺にばかり頼るわけにはいかないか。お前の頑張るところも嫌いじゃないな。おっと、あちらのお客さんからも呼び出しだ。また後でな。ハンバーグセットとお子様ランチをください。おもちゃ、おもちゃもつけて。こら、わがままを言うんじゃありません。え、いいんですか？ありがとうございます。ほら、お前もお礼を言いなさい。ありがとう。はい、伝票をお預かりします。ハンバーグセットにお子様ランチお願いします。あ、任せろ。おや、おもちゃと記載されていますが、これは？おもちゃをつけてほしいと言われて承諾したのですね。ああ、いえ、謝らなくていいですよ。確かに勝手な判断ですが、あなたはきちんと反省しています。以後気をつけてください。とはいえ、おもちゃですか。どうした、問題でも起きたのか？あちらのお客様におもちゃをつけることになったんです。今から近くのお店を見てくるので厨房をお願いできますか？おもちゃなら俺が用意できる。まさか猫のおもちゃではないでしょうね。子猫じゃあるまいし、持ち歩いてるわけないだろう。では本当に？しかし、どうやって？お前、ペーパーナプキンはどこに保管してるんだ？そこの棚？ペーパーナプキンをどうするんですか？見てればわかる。ここをこうして。よし、できた。ああ、王冠だ。男の子なら喜ぶだろう。ペーパーナプキンをアレンジして王冠を作るなんて考えましたね。ハンバーグセットにお子様ランチ出来上がったぞ。ほら、お客さんがお待ちかねだ。お父さん、
お子様ランチ来た。ああ、おいしそうだな。お父さんのもおいしそう。じゃあ、分けっこするか。うん。あ、おもちゃ。おもちゃだよ、お父さん。へえ、ペーパーナプキンで王冠なんて器用だな。急なお願いにもかかわらず、本当にありがとうございました。大事にするね。喜んでもらえてよかったな。ローリエさんが機転を聞かせてくれたおかげです。それにしてもレジの設定といい、あなたは機転が効きますね。これからもよろしくお願いします。気が向いたらな。6番席にミックスサンド、ハムサンド、食後にホットコーヒー2つ、あと2番席のお客さんがお帰りだから会計をお願い。うわ、また新規のお客さん。やれやれ、忙しくなりそうだ。ふう、疲れた。お疲れ様。ローリエさんもね。あ、君もお疲れ様。うん、休む暇なしで働いてたから僕もクタクタだよ。皆さんお疲れ様でした。ああ、よく働いたな。まったく猫使いが荒い。それだけ繁盛した証拠です。初日にたくさんのお客様にご来店いただいたのは喜ばしいことです。あなたがきちんと販促活動をしたおかげですね。そしてローリエさん、あなたのおかげでもあります。お、俺？はい、料理の合間にスマホで店の評判を見たのですが、接客対応がとても良い、白く美しい毛並みの猫店員さんが最高という意見が多く見られました。どうやらローリエさん見たさに金烏庵を訪れたお客様も多かったようです。確かにローリエの毛並みは猫から見ても綺麗だからな。うん、僕はくせ毛だからちょっと羨ましいかも。ねえねえ、ローリエさんはどんなシャンプーやトリートメントを使ってるの？その辺にあるものを適当に使ってるから特にこだわりはないな。え？それでそのサラサラ髪なの？触ったけど実際にサラサラだった？ああ、君はローリエさんの頭を撫でたことあるもんね。僕の髪はふわふわで気持ちよかったって？ありがとう。ああ、客はいないし休んでいいだろう。許可を出す前に休まないでくださいと言いたいところですが、今回はよく働いてくれましたし多めに見ましょう。私は休憩の看板を出してくるので皆さんも休んでいてください。うん、もう14時か。昼ご飯を食べてないし何か作るか。僕も手伝うよ。君はどうする？それじゃあ一緒に。あははローリエさん、服の袖をがっちり握っちゃってるね。ごめんなさい。ううん、気にしないで。じゃあお昼ご飯は僕たちで作ってくるね。いきなり立ち上がってどうした？
背中をくすぐられたから驚いた？気のせいだろう。セージとディルは厨房？ああ、そういえばまだお昼ご飯を食べてなかったな。ほら、もう何もしない。そのまま動くなよ。またローリエさんは。しかし気持ちよさそうに寝ていますね。よほどあなたのそばが落ち着くのでしょう。はい？ああ、今日は起こしませんよ。大変でしょうが起きるまで我慢してください。うん、そういえばセイジさんとディル君の姿が見当たりませんね。厨房？そうですか、私も手伝ってきましょう。ようやく静かになったな。ん？ああ、俺は寝てるぜ。見ての通り目を閉じてるだろう。猫は耳がいいから聞こうとしなくても聞こえるんだ。お前のそばが落ち着くからこうしてるのかって。ああ、落ち着く。なあ、猫がよく眠るのは知ってるだろう。でも、熟睡してるわけじゃない。だいたい半分は起きてるから、ちょっとした物音で起きるんだ。ん？お前がベッドから抜け出した時は起きなかったって？つまり、それだけ熟睡してたんだ。猫にとって睡眠は大事だからな。これからも俺のそばで寝てくれるだろう。お待たせ。クンクン、フェンネルの得意料理だけあってうまそうだ。ほらほら、ローリエさん起きて。騒がしいな。ごめんね。でもローリエさんと彼女もお昼ご飯を食べないと体力がつかないから。スープも出来上がりましたよ。うわー、いい匂い。こっちも美味しそう。みんな座った？それじゃ手を合わせて。いただきます。俺のだけスープが冷たいぞ。熱い飲み物が苦手だと聞いたので、セイジさんだけ冷製スープにしました。おお、すまん。クリームが濃厚で美味しい。この生ハム、いいのを使ってるな。休憩時間はまだあるので、皆さんゆっくり味わって食べてください。ごちそうさまでした。はあ、お腹いっぱい。食後のコーヒーです。コーヒーか。もしかしてローリエさん嫌いなの？ああ、ブラックなんてもってのほかだ。コーヒーはブラックが一番。ミルクや砂糖を入れるのは邪道です。あんた、ブラックなんてよく飲めるな。僕もブラックはちょっと苦手かな。俺はブラックでもいけるし、ミルクや砂糖を入れて飲む時もある。だから邪道だとは思わないぞ。あなたはどうです？あなただけは私の仲間ですよね。どうして目をそらすんです？私の目を見て答えてください。ま、
まあまあ。ローリエさん？ローリエさん、厨房に何しに行くんだろう？ミルクや砂糖を持ってくるんじゃないか？あ、それなら僕も欲しい。あれ？もう戻ってきた。お前、紅茶にはサンドイッチとスコーン、どっちが好みだ？サンドイッチだな。また言っちゃった。さっきの質問何だったんだろう。もしかしたらサンドイッチを作ってくるのかもしれないぞ。え？でもパスタを食べたばっかりだよ。俺はまだ食べられるぞ。あなたたち、コーヒーが冷めますよ。コーヒーは入れたてが一番。冷めると酸味が増して美味しくなくなります。あなたも飲んでいませんね。猫舌なのですか？では問題ありませんね。さ、どうぞ。皆さん最後まで残さず飲んでくださいね。にゃー、口の中が苦味ですごいことに。大丈夫か？厨房からミルクを持ってくるぞ。おお、ローリエ、やっと戻ってきたのか。紅茶のいい匂いがするぞ。ああ、紅茶を入れてきたからな。やっぱり紅茶はダージリンだな。ん？お前も飲みたいのか？特別に俺が入れてやってもいいぞ。そういうことじゃない？なんで紅茶とサンドイッチを持ってきたのかって？ブラックコーヒーなんて飲めたもんじゃないからな。サンドイッチはお前がスコーンよりサンドイッチって言ったからだろう。まあ、食後のデザートにしては重いけどな。お？デザートだったら普通は甘いものじゃないか？甘いものは俺の気分じゃないんだ。僕は甘いものが食べたい気分にゃ。どうした？ディルが子猫みたいになってるぞ。苦いコーヒーを頑張って最後まで飲んだからな。口直しにサンドイッチをもらうか？うん。ローリエもいいか？構わない。さあ、あんだ。パク、もぐもぐ。ディル、おい、どうした？ディル、しっかりしろ！セイジさん、あんまり揺さぶらないように。症状が悪化するかもしれません。ディル君、大丈夫ですか？ダメですね。うなされています。ディル君がこうなったのはサンドイッチを食べてからです。ローリエさん、何を入れたんですか？サンドイッチの具材を入れただけだ。確かに見た目は問題ありませんが。フェネル、大丈夫か？はい、なんとか。しかし、これはこんなにまずいサンドイッチは初めて食べました。そんなにまずいのか？ええ、ディル君が目を回すのもうなずけます。私も飲み込んでいたら同じようになっていました。大げさだな。
そこまでまずいと言われると逆に気になるな。やめなさい、好奇心は猫を殺しますよ。そう怖い顔するな。しかしせっかく作ったのに捨てるのはもったいないぞ。それはそうですが、リメイクするのは危険ですし仕方ないでしょう。さっきから聞いていれば俺の作ったものを危険物扱いしすぎだろう。それならあなたが食べてください。そうすれば私の言った気持ちがよくわかります。俺はお腹がいっぱいだから遠慮しておく。食後のデザートに用意したんじゃないんですか。まあそうだ、サンドイッチをリクエストしたのはお前なんだからお前が食べていい。遠慮するって、まあそう言わせに。いいだろ、無理に食べさせないでください。彼女が倒れたら仕事に支障をきたします。ディル、気がついたんだな。何かすごく強烈なものを食べて気を失って。君それ食べちゃダメ、絶対にダメ。よかった、まだ食べてなかった。いろんな光景が頭をよぎって、あ、僕このまま天国に行くんだって半分くらい思っちゃったもん。それほどとは。やはりローリエさんの料理は恐ろしいですね。今後ローリエさんには接客だけ担当してもらいます。ディル君、体の調子はどうですか。まだ本調子じゃないけど、なんとか仕事はできると思う。休憩明けの仕事はディル君とセイジさん、あなたが厨房、接客は私とローリエさんにしましょう。でも私は接客も完璧にこなせるので心配いりませんよ。ディルにはドリンク類を担当してもらうか。それなら負担がないだろう。フェンネルさん、セイジさん、ありがとう。いらっしゃいませ、お席にご案内します。メニューでございます。お決まりですか。フルーツ、フルーツパフェですね。かしこまりました。こちらのお皿お下げしてよろしいですか。ありがとうございます。後ほど食後のデザートとコーヒーをお持ちします。フェンネル、ローリエさん、血相を変えてどうしました。4番席にフルーツパフェを運んでくれないか。構いませんが、では7番席に食後のデザートとコーヒーを。それもダメだ。できないなら変われませんよ。ちなみにデザートは何だ。シフォンケーキですね。フルーツパフェよりはマシか。わかった、俺がそっちを担当する。7番席だったな。はい、コーヒーはホットでお願いします。せーの。わあ、綺麗に型から外れたね。くんくん、シフォンケーキの甘い匂いがする。見た目も綺麗ですね。フェンネルさん、それにローリエさんも。あ、注文が入ったの。はい、4番席にフルーツパフェです。了解、
あ、シフォンケーキが出来上がったから7番席にお願い。わかった。あれ、フェンネルさんの担当じゃなかったっけ。代わってほしいとローリエさんに頼まれたんですよ。え、ローリエさんの様子がおかしかったって。そういえばプリンアラモードの注文が入った時も僕が変わったんだよね。もしかしてローリエさんは甘いものが苦手。食後のデザートも甘いものは気分じゃないって言ってたから、そうかもな。ふん、辛い料理が苦手とは聞いていますが、甘いものもなんでしょうか。まあいいでしょう。フルーツパフェの作成よろしくお願いします。あ、すぐ作るぞ。ありがとうございました。またお越しください。こっちは片付け終わった。うん、閉店10分前なので店を閉めて片付けに入りましょう。ローリエさん、セイジさんたちを呼んできてくれますか。わかった。閉店ってもうそんな時間なんだ。ああ、忙しくしてて気づかなかったな。全員揃いましたね。まずはお疲れ様でした。皆さんの働きのおかげで初日にもかかわらずたくさんのお客様にご来店いただけました。明日からも気を引き締め引き続き頑張ってください。ああ。おお。はーい。さて、閉店後も仕事はあります。厨房や店内、外の掃除、レジ締めですね。やっぱり猫使いが荒い。あ、あ、ははは。文句は言わないように。頑張ればご褒美がありますよ。ご褒美？は、なんだろう。あ、わかったぞ。彼女に頭を撫でてもらうのがご褒美だろう。それだけじゃ足りない。膝枕して頭を撫でるくらいはしてもらわないとな。僕たち全員ってこと？さすがにそれは彼女が大変じゃない？僕は頭を撫でるだけでいいよ。あ、その時は耳の後ろも一緒に撫でてくれると嬉しいな。彼女も疲れているのにそれをご褒美にしませんよ。そうなのか。他はダメだ。高さん、答えを教えてくれ。少し待っていてください。箱？くんくん、クリーム？それにスポンジの匂いもする。もしかしてロールケーキか。正解です。ロールケーキが4切れ余ってしまったので、こちらをご褒美にしようと思っています。やった。俺も甘いものは好きだから嬉しいな。私とセイジさん、ディル君、彼女、ちょうど足りますね。フェンネルさん、甘いの大丈夫なんだ。なんとなく甘いのはダメかと思ってた。好んでは食べませんが嫌いではありませんよ。お、4切れだとローリエの分がないぞ。ローリエさんは甘いものが苦手なようなので。とはいえそれだと1匹だけご褒美なしになってしまいます。余った材料は、サンドイッチなら作れそうです。そちらでよろしいですか。
ローリエさん、俺は外の掃除をしてくる。行っちゃった。悪いことをしてしまいましたね。何ですか？ああ、そうですね。あなたが様子を見てきてくれると助かります。お前か。どうした？あいつらと一緒にケーキを食べなくていいのか？俺の様子が気になったから。猫思いのご主人様だな。甘いものはお前の言う通り苦手なんだ。口に出して言うのはダメだし、見たりまして食べたりしたら、にゃー、ゴロゴロゴロ。あ、とにかくダメなんだ。今のはダメというより、むしろ嬉しい時の反応じゃないかって。気のせいだろう。それよりここにいるなら掃除を手伝ってもらうぞ。じゃあそこの看板だな。俺は看板じゃない。俺だけご褒美がないから代わりに頭を撫でた。それなら膝枕もサービスしてくれるんだろう。冗談だ。こんなところに座ったら服が汚れるぞ。ありがとうなご主人様。誰もいないな。なんか、こんなところにロールケーキがある。このロールケーキ、確かあいつの。勝手に食べるのは良くないな。だけなら。お姉ちゃんだ。お姉ちゃん、ちょっと待ってて。これだけ食べちゃうから。指にクリームがついてる。お姉ちゃん、僕の顔じっと見てどうしたの？顔にクリームついてる？甘い。お姉ちゃん、教えてくれてありがとう。僕ローリエ。お姉ちゃん、僕のこと忘れちゃった？忘れたわけじゃないの？僕がいつもと違うからって。何もおかしくないよ。僕いつもこうだもん。僕の年？覚えてない。でもまだ子猫だよ。お姉ちゃん、撫でて撫でて。僕撫でられるの大好き。どうしたの？お姉ちゃんすごくびっくりした顔してる。ちょっとだけ待って。待ってる。
待ってる間残りも食べていいの？はい。お姉ちゃん、甘いもの好き？よかった。じゃあこっち来て。もっと、もっとこっち。顔近づけて。スリスリスリ。ジュー。痛い。お姉ちゃん、突き飛ばすなんてひどい。僕がいきなりチューってしようとしたから突き飛ばしたの？キスじゃないよ、お姉ちゃんにお裾分け。うん、お姉ちゃんも甘いの好きなんでしょ？でも僕がロールケーキ全部食べちゃったからチューってしてお裾分けしようと思ったの。気持ちは嬉しいけど、チューってされるの困るの？なんで困るのかわかんない。お姉ちゃん、お腹いっぱいなの？そっか、だからいらないんだね。僕もお腹いっぱいになって眠くなってきちゃった。甘いのを食べたら歯磨きしないとダメ？歯磨き嫌い。歯磨きしないと虫歯になる？虫歯になったら歯医者さんに行かなきゃなの？歯医者さん、怖い。うん、ちゃんと歯磨きする。へへ、偉い偉いって褒められた。お姉ちゃん優しいから好き。お姉ちゃんは僕のこと好き？やったー。スリスリ、ガラガラガラ。あれ、お姉ちゃん顔真っ赤だよ。僕が抱きついたから？ギュッとされるとお顔が赤くなっちゃうの？ねえねえ、僕の顔赤い？赤い？また真っ赤。お姉ちゃん真っ赤。スリスリスリ、ガラガラにゃん。もう朝か。ベッドで寝たにしては体が痛いな。ベッドじゃない？なんでキッチンに？そうだ、昨日はロールケーキを食べてお腹がいっぱいになったからそのまま眠って。おはよう。おい、思いっきり頭をぶつけたな。大丈夫か？少し痛むくらいで怪我はしてないと思う？ちょっと俺に見せて。そんなに警戒されると傷つく。ああ、その反応、昨日の記憶は残ってるみたいだな。あれは何だったのかって？
遅かれ早かれ気づかれることだからお前には話しておく。猫は大好物を前にしたり食べると興奮するんだ。ああ、そこは普通の猫と変わらない。夢中になって尻尾を振ったり嬉しそうに大好物を食べたり、それが俺の場合興奮しすぎて子猫返りするんだ。実際に見たせいかあんまり驚いてないな。どうして子猫返りするのか俺にも理由はわからない。他の猫は俺みたいにならないから特殊なケースなんだと思う。解決策はないから大好物はできるだけ目に入れないようにしてるんだ。それなのに客席でも厨房でも甘いものを目にして挙句に目の前で食べられそうになっただろう。それで我慢の限界が来て夜にこっそりキッチンに忍び込んでロールケーキを食べたんだ。まさかその場面をお前に見られるとは想定外だったな。なんだ、他のみんなにも話した方がいいんじゃないかって。こんなこと話せるわけがないだろう。みんななら受け入れてくれる、だから大丈夫って言われてもな。お前が逆の立場だったらどうだ。甘いものを食べると子供返りするんですって言えるか。だろう、やっぱり恥ずかしいし、できれば言いたくない、知られたくないことだよな。お前はそんな恥ずかしい秘密を知ったんだ。こうなったら絶対俺の飼い主になってもらわないとな。ディル、なんで今あいつの名前が。ああ、全員で飼い猫にならないかって言ったのはディルだったな。つまり俺だけじゃなくみんなも飼い猫にできないかと考えてるんだな。図星か。実際多頭飼いしている人間もいるから全員飼い猫にすることはできる。それならみんなを飼い猫にしたい。お前多頭飼いするリスクを分かってないな。猫は嫉妬深い生き物なんだ。自分じゃなく他の猫を構っていたら嫉妬するぞ。例えばこんな風にご主人様近づいて構って欲しくてにゃーって泣いたり自分だけ見て欲しくてこうして噛むことだってある。どうした、今にもそっと押しそうな顔してるぞ。嫉妬されるのは困る。こんなことをされたら心臓が持ちそうにないな。俺だけを飼い猫にすればいい。他の猫じゃなく俺を選んでくれたら尽くしてやってもいいぜ。さあどうする、ご主人様。誰か来たみたいだな。今日の朝ごはんは、あれ、ローリエさん、それに君も一緒で何してるの。間の悪いやつだ。ベッドで寝てくる。ベッドでってもしかしてここで寝たの。行っちゃったねえ。君はいつからいたの？ん？ねえ、聞いてる？あ、ようやく気づいてくれた。ぼーっとして考え事？ね、それでさっきの質問だけど。うわっ！
したの？思い出したら恥ずかしくなってジタバタしちゃったって？ローリエさんと何かあったのは確かみたいだけど、突っ込んで聞いたらもっと彼女が動揺しちゃうかも。気になるけど追求しない方がいいよね。ねえねえ、今日の朝ごはんは何がいい？そうだ、スクランブルエッグなんてどう？ほら、こんなにたくさん卵が…って…あれ？昨日見た時はロールケーキが入ってたはずなんだけど、ないからどうしたのかなって思っちゃって。え？夜に小腹が空いて食べたの？ああ、うん、そういう時ってあるよね。なんで謝るの？もともと君が持ち帰ったものだし、食べるのは全然構わないよ。さてと、スクランブルエッグを作っちゃおう。君も手伝う？ありがとう。じゃあ一緒に美味しい朝ごはんを作ろうね。口の中が甘い感じがするな。甘い。よかった、誰も見てないな。そういえば歯磨きしてなかった、だから甘い感じがしたんだな。もう起きてたんですか？早いですね。これから一眠りするんだ。もう朝ですよ。今日も早くから喫茶店の準備があるので寝ないでください。なんだ、お前が猫の挨拶をするなんて珍しいな。ああ、すみません、あなたから甘い匂いがしたのでつい。甘い匂い？うにゃ？ああ、そういうことですか。苦手を克服するために甘いものを食べたのですね。その心意気は素晴らしい。私も見習わなければなりません。お前、苦手な食べ物はないんじゃなかったのか？あ、このことは内密にお願いします。苦手な食べ物くらいどの猫にだってある。別に内緒にするものじゃないだろう。はい、ですがそれを前にすると先ほどのあなたのようになってしまうのです。克服しようと頑張ってはいるのですが、なかなか大変ですが、お互いに頑張りましょう。ああ、それでは失礼します。フェンネルにもさっきの俺のようになるものが。俺が子猫返りするのは好物を食べた時だ。フェンネルがクリームチーズと生ハムのパスタを食べた時、様子は普通だった。ということはあれよりもっと大好きな食べ物がある。考えても仕方ないわ。それより今は寝ることだ。よっ、はっ。これで全員分だね。朝ごはんができたって、みんなを呼びに行こっか。
いい匂いがするな。この匂いはスクランブルエッグですか。朝ごはんの定番ですね。セージさん、フェンネルさん、ちょうどできたところなんだ。ローリエさんはいないから部屋かな。自分の部屋にいると思うって。お願いしていい？ローリエさんと君が来るまで食べないで待ってるね。なんで尻餅をついてるんだ？え？俺を起こそうとして引っかかれた？あ、悪かったな。怪我はないか？はあ、よか。腕、怪我してるな。ほら、ここ。怪我は舐めて治さないとな。暴れると直せないぞ。これくらい舐めておけば大丈夫だろう。治療が終わったのなら手を離してくれ。さて、どうするかな。無理やり起こされたお詫びに一緒に寝てもらうか。それとも、あの答えを聞くでもいいな。わかるだろ？俺だけを飼い猫にするかどうかって質問の答えだ。さあ、聞かせてくれ。ローリエさん、起きてる？ローリエ、朝ごはんだぞ。一日の始まりは、うまい朝ごはんからだ。はい。朝ごはんを食べないと仕事がはかどりませんからね。また邪魔されるなんて、あいつらは勘がいいのか？いないのかな。でも彼女もこの部屋にいるはずなんだけど。ねえ君、ローリエさんも一緒？一緒だって。扉開けていい？じゃあ開けるね。ローリエさん、朝ごはん。なんで彼女の手を掴んでるの？彼女の腕に引っかき傷があります。おそらくローリエさんに引っかかれたのでしょう。それをローリエが舐めて治してたんだな。そっか、舐めて治…冷静に状況を説明しましたが、これは由々しき事態です。大問題だよ。何が問題なんだ？猫は傷を舐めて治すだろ。それ自体は問題ではありませんが、このままではローリエさんが彼女の飼い猫になってしまいます。彼女の部屋で寝泊まりしてて、距離感だって一番近いし、そうなったら僕たちはお払い箱だよ。そんなひどいことはしない。僕たちさえ良ければいつまでもお店で働いてほしいって。ずっと働かせてな。あ、俺もずっと働くぞ。あなたはオーナーとしてまだまだ未熟です。立派なオーナーになるまで私が指導するのは当然ですね。お前たちがこいつを雇い主にするなら、飼い猫は俺だけだな。はい？時間は大丈夫なのかと。
そうですね。そろそろ朝ごはんを食べないと開店作業に間に合わなくなります。ローリエさんが起きたのを確認できましたし、皆さんリビングに戻りますよ。俺たちも行くか。質問の答え、ああ、俺を飼い猫にするかどうかは今度聞かせてもらう。お前の反応を見れば俺の優位は歴然だし、焦る必要はないだろう。でもまあ、猫は気まぐれだからな。気が変わるかもしれない。だからなるべく早めにな、ご主人さん。ネコワーク S。 ネコパラ、キャットボーイズパラダイス。